皆さんごご視聴ありがとうございます、えー、一問進藤、えー、できるだけ分かりやすくねであまりややこしくならないように、えー、お答えしたいと思いますもうね、あのー、細かく言うのが癖なので、えー、ここをね少しちょっと控えめにしてね、えー、まあついこの間からやり始めはった人でも 分かられるようにね、まあそんな感じであのご質問にね、あの私で良ければお答えしていきたいと思いますんで、それをねあのまあ、ラジオ形式みたいなね、この耳で聞いてもらうような動画にしていきます。はい、よろしくお願いします。で、第1回目です。一問新党の第1回目ね、えー、使用できるマットの匂いはっていうお題なんですけどね、あの。 そうですねあのまあ画像はちょっといただいたんですよ実はねその方でえっ、ー、と詳細にはお伝えしてるんですけどもまああの「これは?」っていうのをね、えー、ご質問ねあの毎日ラフな質問からちょっと難解な質問までねあのほぼ毎日言うてほどねメールいただけるんですけどね、えー、とその中で、まあ、全部お出しすることはないんですけどこの動画でね。 えこれは今の時期これいいかなで、えー、これはたくさんの人が気にしてあるかなっていうような動画をねあの質問をね取り上げて、えー、こうやって作っていきたいと思いますで大神はねその中であの使用できるマットの匂いはっていうことなんですけどねあの使用できるできないっていうのはいわゆるその幼虫に対して、えー、使用できるかその飼育に対してねっていうことですよね。 で、えー、そうであれば、えー、どういう匂いかっていうことですよねマットがで、えー、そのね実はそのいただいた画像のマットがね実はちょっと浅めの発酵の浅めのマットなんですよねでその方は、えー、どかした土かしたようなあ匂いしないんですけどっておっしゃってるんですよねでこれねね多分ね僕の、えー 前の,そのいくつかの生配信か動画かちょっとわかりませんけどねその中でどかしたらいいマットですねって言うてのを言うてると思うんですけどこれねあの多分そのあまりこうやり始めはななって日が浅い方はねやっぱ申し訳なかったな思うんですけどねここをもう少し細かく言うてた方が良かったなと思って、えー、今回ねもう一回そこちょっと えー、簡単にご説明します。あの発光マットというのはですね、あの薄茶色い色から黒くまあ黒化したようなね色のマットまであります。その中でその時に僕が言ってたとしたらね、この黒い黒化したようなマットが土化したようないわゆる土化したようなマットをいい匂いしてますねって言ってたと思うんですよね。 でいた,だいたその質問からいただいたそのね方が送っていただいた画像はねあのちょっと甘酸っぱい発酵も残ってるということなんでこれはちょっと使えないねいやすぐはねっていうことでであのだいぶ薄茶色かったんですよねですのでまあ、まあ、多分ホダギーの粉砕したやつからええなとは思われるんですけども えと発光段階がね、えー、まだ少し浅いっていう状態ですよね薄茶色いやつですからねでまあ大駒型っていうことをやったのでまあこの色的には基本的に問題ないかなと思うんですけどあのね一概には言えないんですよねでなんで一概に言えへんかこれねえっ、ー、と例えばそれがホダギから使っ作ってはったら 発酵が、ね、多少浅くても問題ね何とか死なずに問題ないんですけどこれねあの原木からしたはった場合に発がが浅いい場場合合、ね、餌としして成立しない場合があるんですよで、えー、とその後の微生物の分け方によってもねあの餌として成立しにくい状態で下手すれば大コアでもっていう場合があるんですよね。 ただしまあ普通にこの発行マットとして売ってる分に関してはまずそんなことはないやろと思われるんですけどこれ思われるだけで僕今までに僕自身が実際あったんですよものすごい昔ですけどねまあですのでまあそういうまあ心配はありますただしあのー 色が、ね、薄茶色くてっていうことであれば普通に考えたらね、まあ、発酵段階がまだその浅いですよこれどういうことかいうたら木の中の成分がね、えー、まあ、えー、簡単に言うたらね、えー、リグニンセルロロイスヘミセルロイスこれ9割占めます芳香族とかねあのガラクトンとかねあの、まあ、他のものもありますけどガラクタンですね 他のものありますけど一応ね大型その、えー、3つが9割占めてますでこれが木の中で分解されずにまだたくさん残ってるか、えー、残ってないかで木の色が変わると思ってもうてもまあほとんど間違いではないですまああの分解の過程によってはねその分解がの過程で白白くなったりする場合もあるんですけどね それはもう白色普及菌ですけどね。はい。で、えっと、その薄茶色い色が今度通り越してですね、分解どんどんしていってね、微生物がね。で、あの、焦げ茶色になってきて。で、その焦げ茶色からどん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 もうものすごい焦げ茶色になってきて。で、今度はなんか焦げ茶色よりちょっとこれ黒いんちゃうかというぐらいのね、段階まで、どん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 有機,有機物が、えー、無機物に えー、近くなっていくにしたがってねどん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 そうやって、あのー、分解されていきますその木材の分解の過程をいろいろなクワガタの種類に当てはめてあの使ってるということです発酵マットはね。ですので当然クワガタの種類によってはあのー、その分解の度合いいわゆる、えー、まあ 見た目では色ですよね。で匂いもあるんですよ。これ色と合わせて匂いもあるんです。で匂いはねその分解がどん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 あの進むに従って黒くなった。でここでつあの何合う種類のクワガタって実際いるんですよね。でそういうい 国家した黒いマットをね、使う場合ね、こう匂い嗅ぐとね、土の匂いとか、あの、やっぱりするんですよね。そういう場合に、あ、いい匂いやなって思うんですけど、今度、例えば体の大きいド臭いやえとかね、で、まあ平田、で、および大クワガタとかね、そういう場合は、まあ、死にはしませんけど、 やっぱ体を大きく作るいうことに関してはちょっと不向きですよねやっぱもうちょっと栄養が残ってる方がいいですでオコア型が栄養をあの摂取する木から直接摂取するんじゃなくてその木の成分がたくさん残ってるっていうことはねいわゆるリグにセルロースヘミセルロースが残ってるいうことはあの糖質が残ってるということなんですよね栄養分としてね分解されて糖質が残ってるということ糖質がたくさん残ってると。 思ってくださいでそれがたくさんある分に関してはやっぱり木の匂いがします薄茶色くてそういうマットであればやっぱり木の匂いはします土の匂いはしません。でどん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 その焦げ茶色になって黒にいくに従って土の匂いに徐々にこうなってくるとまあそういうふうに思ってください。 あの穴が,がち間違いじゃないのでねそういうふうに思ってください。ということは薄茶色いマットっていうのはまあ茶色いマットでもそうですけど木の匂いはしますただしそこでねあのー、今の時期ねこれ暑いので、えー、と発酵酒いわゆる甘酸っぱい匂いがしてるとかいうことであればこれはやっぱり不向きなので、えー ひょっとしたら少量でもね、また温度が上がることにもなるんでね、えー、できれば、2、3日ではちょっと足らないです。えー、その甘酸っぱい匂いしてたらね、できれば4、5日、1週間は、あのー、温度の低いところ、まあ、そうですね、できれば、えっ、ー、と、本当はね、まあ、冷蔵庫で言いたいんですけども、<laughs> 冷蔵庫に入れるといろいろ難があるんでね、まあ、 えー、幼虫を飼育される温度でね、えー、ちょっと置いといてでもしくはあまり匂いが取れなかったら今度ちょっと、えー、袋から出してねで、あのー、広げてもらってってしてもらう方がいいですただし、あのー、そこで微生物っていうのは、えー、乾燥に弱いですで特にその微生物の中でもこ、えー、と酵母はねあの乾燥に特に弱いので。 あのー、カサカサにマットなっちゃうと別の意味で微生物が少なくなっちゃうという意味で餌としての成立がね今度、えー、すぐには使えないっていうことにもなりえるので、えー、そういうふうにして匂いは取ってもらってただし薄茶色いマットというのは木の匂いはしますで茶色いマットでもねこれ木の匂いはします木なんですから木の匂いはします でどん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 分解して黒くなるにしたがって土のだからその段階に合わせてクワガタの種類もあの飼育できるということなので、えー、と絶対どかした土,か土の匂いがしたマットがいい、えー、木の、えー、発酵臭発酵臭はしてたらダメですけどね、えー、木の匂いがしてるやつは使えないということではないですこれは種類に応じて使う段階が違うということなので。 えー、今回のお題に関しては、えー、使用できるマットの匂いはっていうことなので、えー、そういう風に、えー、お答えしました、はい、じゃあこの種類はどうなんやとかいうのはまた別のね、えー、ご質問でお答えしたいですまあ,あのその方には直接ね、えー、何を飼育してるかっていうのもお聞きしたんであのそこは問題ないんですけどね、えー、マットの匂いイコール 分解度合いの匂いと思っていただいたら間違いじゃないですはい今回は以上でございます最後までご視聴ありがとうございました